おささん、かわいい。さわり。きい。えー、だ、大丈夫。怖くねえ。ーきい。 <laughs> <laughs> おかしな方ですね。

どちらが勝っても恨みっこなし。そんなに気にしないでください。ごめんなさい,いやあははは,はお前、俺っちから逃げ切れるか。ちんたらしてると跳ね飛ばすぞ

逆ギレってやつだな。ナイスだぜひゃ <laughs> ねえねえ、逆ギレって何走り屋に質問するもんじゃねえぜ。<laughs> みんなのところに帰りたい俺、言う、困る、わからない。みんなどこいる教えて俺、知らない。俺、ひげねひげねん、違う、今。みんなのところ、帰る 教えてほしいが、しつこい嫌いお前、倒すみんなどこ教えてほしい俺、知らない。俺、ひげひげ団、やめた。ずっと、前。 ほんとにほんとに知らないが、しつこい、嫌いい。えい。元気、出す。お前、ひげひげだんやめる、いい、生きる、大丈夫。 みんなのところ帰るこら待つでござるヒゲヒゲだの戦闘員成敗するでござるイイ12号何も悪いことしてない問答無用 覚悟するでござるいい助けて団長くぅ。ヒゲヒゲ団の野望を食い止めることができなかったでござる。無念でござるいい !12 号、本当に何も企んでない みんなを探しに来ただけ何も言わなくていいでござる負けた以上、お主らが何を企んでいようとも、口出しはせんでござるいい本当に何も企んでない信じてほしいええー、ボンバーマン倒す よろ喜ぶいあ、えー、なんだ、えー、でも、怖いああ,あ、もしもし団長よろぶたおすでも、やっぱり怖い

でっかちね、そんなに慌てないのもう少しはこっちの話を聞きなさいあんたみたいに私の美しさがわからない子にはたっぷりお仕置きをしてあげるわいい帰る12号は 希望の女神像の力で、ヒゲヒゲ団のみんなと合流することができました。けれどみんなは、12号の冒険のことを知りません。無情団長には、迷子になっているんじゃない、と小づかれ、大会に優勝したなんて夢でも見たんじゃないか、と仲間の戦闘員にからかわれ、いつもみんなの荷物持ちです。だけど、12号はみんなと一緒にいられて、幸せなのでした。 そして今日も頑張って下っ端戦闘員をしているのです。